ね、原のぞみ、大人の姿、にわくわくする大きなお友達の反応集。わかったけど大人のゴミちゃん。うわおうわおう。かわいいから綺麗へ。あののぞみちゃんが大人の女性に。大人かわいい。これが教師になる夢を叶えた世界線の夢原のぞみですか。大したものですね。ここまでしっかり大人になってると変身やバトルとかはないのではと不安になる。それはそれでいいのか。決定とか口癖が不意に出てきたらなおよし。ロゴの色合いが光らだしスタプリからも大人編持ってきていいのよ。キービジュニハグプリにも出てた時計塔は健在のようで、少し憂いをにじませたような表情なのが気になりますな。あと半年以上か。待ちきれない。というかオールスターズとほぼ同時期か。大人のぞみさん美しい。三平さん続投も決まってるし早く演技聞きたい。水面にプリキュアの影表現好き。魔女見習いを探してみたいな形式にはならなそうで助かる。大人のぞみの表情良すぎて溶けたわ。時計の11時は24時間に直すとタイトルの23と欠けているってこと。楽しみだけど大人になったのぞみたち見たくない気持ちはある。心が2つある。大人になったからって変に面長になってなくてよかった。こういう作品のどうなったかの答えってあまり見たいものではないだけに本当しっかりと気合い入れてやってもらいたく。今後情報が解禁されてくたびに一人ずつ増えたり。ここと結婚してますように夏コマ、シローラもゴールインしてますように。結婚しよう。これまでの面影もありながらめちゃくちゃ美人や。スーパー戦隊でいうテンイヤーズアフターのような、明るい再会を描きながらいいストーリーになることを期待してます。どっかで打つ挟みそうな気配するし、感動重視系路線かも。のぞみちゃん、いい先生になれたかな？キャラクターデザイン中島敦子さんでさらに楽しみが増えた。やっぱり他社との共同になってるし、結構ディーンに丸投げになりそう。シリーズ構成は成田よしみさんだからストーリーは保証されそうではあるが。ディーン版プリキュアか。ディーンなら相性良さそうで安心してる。逆に内輪になりすぎずに結構理性的に話を組み立てられる可能性。ディーンで作るならプリアラでやって欲しかった気持ちはある。テニプリの浜名監督に乱魔の中島キャラデザな上にディーン。さらに恋愛の成田さんか。へぇ。可能な限り旧作と同じ声優さんがいいけどな、どうかな。プリゴは私の貧相な想像力では泥ついた男女関係しか想像できず心配だけど楽しみすぎる。大人になったのぞみちゃんの仕事の相談相手にブンビーさんいてほしいな。エンディングはガンバランスで頼む。シリーズ構成に成田さん、音楽に佐藤さんと聞くと本当にプリキュア5が帰ってきたんやなって。テレ朝からの NHK、よし受信料払ってくるか。嬉しいんだけどなんで NHK。 ビジュアルに全て込められていると聞いたので今からとても楽しみです。ビジュアル的にバトルとかじゃなく後日談的な物語になるんかな。足元の影は過去か現行か。 NHK だしテレビないからどうしようかな。キュアドリーム変身後のセリフ一部がアニメタイトルになっとるから限りなく望み中心はありそう。個人的にはギャグコメディでは評価は高いがバトルものでは外れくじのディーンってイメージなので少し不安。キャラデザ中島敦子、親世代のレジェンド。10月まで生きる希望ができた。唯一見てた世代5だ。見るかー。絶対見る、決定。希望の力、大人プリキュア23、NHK、Eテレにて2023年10月より放送開始予定。